ナスバナルコのおしゃべりワンミニッツ。こんばんは、なるこです。まあ年明け早々ね、まあちょっと変な人もいるもので、まあ変な人っていうのも失礼なんだけど、この間アルバイトしてる時に、まあうちのとこも飲食店街だから狭い世界でね、別の店の噂が流れ込んでくるんですよ。でね、どうやらその近所のお店で規制を発するおばさんが出たってあってね。でたまたまその事件があったお店にうちの常連さんのグループがいたんですよ。でそこの中の一人の部長がね、うちの店にそれを喋りに来て、でね、そのグループの中には一人女性がいつもいるんですけども、なんかどうやらその事件の発端のおばさんはずっとその女性を見ていて、でその末に、ああどうして私を傷つければって叫んだらしいんですよ。全く面識ないんですよ。でもまあそんなこと言われたらなんかちょっと傷ついちゃったらしくて、今トイレであいつ泣いてるんだっていう話をしに来てね、大変だねって